でもここ好き、ここ好き。できたらスーパーサイズになるやつが好き。あ、そう、これ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 、そう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 、あの上から降ってくるやつも好きだけど。さあ、ということで始まりました、やっていきましょう、ドラゴンボールザッとカカラットということでね、もう大体もう皆さん満足したんじゃないかなって。もう大体ここでね、ブラウザバックする人がどうやらね500人ぐらいいるらしいんですよね、あの前回の、はい、なんかあの傾向から見ると。ここでも大体もう皆さんあの満足したなみたいな、ちょっとなんかもう、はい、なんか自分のことしようみたいな。まあまあね、ここでちょっとまあこの先どんな風になるか、どういう風にこのスイッチ、まあプレステ4でもあるけどね、 XBOX とかでもこの最新の映像でドラゴンボールをどういう風に再現してるかっていうのが、まあ一番俺の興味のあるところ。さあ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 、まああらすじなんですけどね、はい、ご飯たちの元にたどり着いた悟空はナッパを倒してベジータとの地球の名誉か、え、ちょっと待って、え、俺、え、ちょっと待てよ、嘘だろ、え、このご時世ってさ、あの妙な光の玉は、はぁ、オートセーブじゃねえの、マジかよ、え、待って、俺、嘘だろ、ちょっと待って待って、マジかよ、くっそ泣いた、マジで、マジか、ちょっとマジか、しかもこっからかよ、なんとか勝てたって感じか、マジかよ、しょうがねえな、ちくしょう。ものすごい液が上がってる。しょうがねえな、ちくしょう。自分を呪うわ。いやー、マジ。ないです。さ、クソ残念だ。風呂入って、いいぞ。風呂入って、風呂入ってこい。そうか、もうあれだったわ。もうてっきりもうシナリオ、まあ勝手にセーブされると思った。